ねすけ、成績は上がったの？模試の結果はどうなの？食事の時ぐらい勉強の話はしてあげるなよ。あんたうるさいわね。あんただって仕事の話しかしないくせに。今日のご飯抜きだからね。せめてバナナだけでも。いやダメ、半分だけ無理、一口無理、やめなさい、やめなさいよ。ごちそうさまでした。あ、ちょっと待ちなさい。いけ、うわし、いいね、うえ、いけ。あ、キータくんだ。キータくん何してんの？あ、これスイッチだよ。すごい面白そう。めっちゃ面白いぞこれ。何それ、すごい。え、そんなやりたいなら1日ぐらい貸してやろうか。え、いいの？やったー、やったー。いけ、あー、ちくちゃん、いけ。あんたそれ何やってんの？え、あ、友達から借りたんだ。そうなんだ。レイちゃん、あんたゲームが欲しかったのね。え、ゲーム？え、ゲームは受かったらね。今は勉強に集中しなさい。ポセイドン2分の8アルファです。正解だー。つまらない。え、毎日簡単すぎる授業の繰り返し、退屈だ。ひどいよ、普通が一番だろ。ほら、鼻くそごっこ出そうぜ。うるさいな、飽き飽きしてんだよ。そうだな。よし、わかった、ヤネスケ、問及しないか。え、天才のお前にぴったりの学校があるぞ。おい、やね、ゲーム返せよ。ごめん。お前なんでこれ壊れてんだよ。いや、お母さんに壊されたんだよ。あ、嘘つくな、絶好な。あんた何遊んでんの？そんなに怒ることないじゃないか。うるさい。あんたはお金だけ稼いでればいいのよ。我が家の ATM なんだから。ほら、行くわよ。諸君、入学おめでとう。ペンはロケットランチャーよりも強し。ペンはロケットランチャーよりも強し。この学校は世界を変えるために天才を詰めている。それがこの私立天才中学校の理念だ。そして成績トップの優秀者のみが生徒会長として学校の規則を自由に書き換える制度を持つ。生徒会長。諸君、天才としてこの学校生活を楽しむように。よろしく、僕ゆうと。君は？やねすけ、よろしく。ねえねえ、一緒に部活の体験練習行かない？え？よし。物理法則にのっとった x イコール3y 地上の曲線を綺麗に描いてるね。バーカ、それを言うなら x の地上 3y プラス俺の気合だろ。みんな頭もいいし楽しいな。一緒にバスケ部入ろうよ。うん、もちろん。いくちゃん、すごい。あの子はきりみちゃん。勉強もスポーツもできる人気者なんだ。好きだ。え、お宅の息子さんが前回のテストでカンニングをしました。は？どういうこと？あんたカンニングしたの？うん。このバカ息子、
あんた明日から外出禁止だからね。こんなに息子思いの母親がいるのに、お前は何だ。キイコ、話がある。離婚しよう。はあ？あんたら二人が浮気してることを屋根が教えてくれたんだ。屋根、お父さんについてこい。ちょっと待ちなさい。あ、何すんの。恥ずかしい、嫌だ。お前、男だったのか。その日から俺は授業中も真面目に勉強し、バスケ部の練習に精一杯取り組み、放課後は友達と目一杯遊んで。大丈夫？大丈夫？ほんとゲームばっかりやって。忙しいながらも日々の生活を楽しんでいた。ねえ、あんた聞いてんの？ねえ、ねえ、屋根ちゃん。屋根、ところで中学受験する気はあるのかい？やりたくないことはやらなくていいんだよ。自由に行きなさい。僕ね、本当は野球選手になりたいんだ。見つけた。屋根付け、逃げろ。待ちなさい。本日は中間テストだ。それでは始め。俺は天才、こんなの楽勝だ。前回の中間テストの順位を発表するぞ。な、そして1位の君、おめでとう。君が生徒会長だ。嘘だろ、しかも君ちゃんが1位。君ちゃんおめでとう。補足どうするの？君は頭の悪い人が嫌いだから、最下位の人から退学にさせれば。そうだね。よし、わかった。校則は絶対だ。じゃあ最下位のアホ太郎は退学だ。へえ。早く出てけ。はい。そして屋根助、お前も気をつけろよ。ま、小学生だとこの順位が限界か。くっそー。ゆうと、お前何位だった？俺は3位だった。まあ小学生には難しいんじゃない？ハッピー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 、みんなでメイクアグッドライフ。洗濯物みたいなワイナーハッテー。なっみんなに息子で一儲け。お小遣いはなしのブラックなハッテー。